ですね、ちょっと見てるとまあまあ綺麗なんでついつい撮ってしまいました。これクイーンですね。クイーンなんですけど、こいつね、もともとうち来た時なんですけど、あ、こいつですね。見にくい。どこにいてるかな。あれですね。あのクイーンちゃんのサイズでした。が、まあこんなサイズになりました。あ、それとですね、悲しいお知らせなんですけど、渦巻きちゃんベイビーなんですけれども、僕はちょっと夜遊びが過ぎてですね、寝不足でお亡くなりになりました。で、渦巻きちゃんベイビーはね、もともとこの大きさの、今こいついてますよね、こいつもあの大きさでした。だいたい今泳いでるやつ、大きくても4センチはなかったかと思います、うちに来た時。まあ連天なんかもっとちっちゃかったですね。そんなやつが皆こうやって大きくなってます。で、今こっちにはね、クイーンと、タウンゼントと、入ってます。で、タウンゼントはクイーンエンゼルっていうやつとアップルエンゼルっていうのがいてるんですけれども、それとの、ハイブリッドっていうんですかね、掛け合わされたやつがいてます。もうかなりね、お魚ちゃんがいつの間にか減ってました。もっといてたんですけどね、何もせずいてるとこうなっちゃいました。グリフィスさんね、ちょっとずっとなんか体が痒いんで、多分虫がくっついてるんじゃないかと思うんで、ちょっと近々熱帯魚屋さん行ってエビを、虫を取ってくれる、成長を取ってくれるエビがいてるんで、それをまたちょっと買いに行きたいかなと思ってます。ちょっと優雅ですよね。で、大体普通ですね、クイーンエンゼル買っていくとですね、ブルーがなくなって真っ黄になることが多いんですけど、まあいろんな条件が整えば、このまま綺麗にブルーが出たまま、まだまだ多分ブルーがこれから濃くなっていくと思います。買い込んでいけば、こっちのちっちゃいやつ、あ、今見えてますね、あのちっちゃいやつ、あいつももっとブルーが強かったんですけど、だんだん色が褪せてきちゃいまして、今まあこんなぐらいになってます。で、タウンゼント、あ、タウンゼントそこに出てきましたね。で、僕の野望はですね、クイーンエンゼルをもっと一緒に買うのとですね、また、何だったかな、いろいろ欲しい魚がいてるのと、あとまたサンゴもやりたいかなと思ってます。何だったかな、あ、コンスピですね、コンスピキュオスエンジェル、あれまた欲しいんで、あれとですね、もう一つ、巾着鯛と、何だったかな、それが掛け合わされたやつ、それも欲しいんですけど、まあ前にも買ってたんですけどね、なくなっちゃいました。で、まあ、水槽もちょっと大きくなって買いやすい状況になってるんで、また買おうかなとは思ってますけど、ちょっと楽しみですけれどもね。全然びっくりしてる教室がないんで、引っ越し大成功です本当に。
なんかいいですね、タウンゼント特飲はもう。で、まあ普通よく浮いてる錦八湖、ここにまたいてません。錦八湖もまた来年になるかな。ちょっとベイビーがやっぱり僕ベイビーが大好きなんで、ちっちゃい魚を飼いたいと思います。で、大きくするのがね楽しいんで。このクイーンはどれぐらいかちょっともう分かりませんが、7年ぐらいもういてるかな。渦巻きちゃん、このこいつが一番古いんですけどね、なかなか大きくなってくれていません。ほんでホワイトマクロスもさっきからちょこちょこ出てるんですけど、ホワイトマクロスもなかなか大きくなりませんね。多分渦巻き君がねちょっとこう威嚇しちゃってるからなかなか大きくならないのかわからないんですけど、まあこのままでもちょっといいかなと思ったりするんですけど、早く水槽を持っていきたいですね。ちょっとワクワクします。久々のワクワク感ですね。まあ一応今月中には水槽、今月中ってもわからないね、まあ1週間か2週間ぐらい、2週間ぐらいの間にはもう水槽を持ってくるとは思います。で、今ね掃除もしないといけないんでちょっと大変なんであれなんですけど、また水槽が来た時にあげたいと思います。うちのやつどっか隠れちゃいましたね。意外とね僕が餌をあげてたので、あ、そうですね、出てきましたね、タウンゼントは。はい、僕のことを見てちょっと出てきてくれるんでね、可愛らしいですけど、はいはい。まあ説明こんなところでしたね、ザクッと。まあまたちょっとあげたくなったらこうやってたまにあげようかなと思ってますので、まあここ散布なんでねあれなんですけど、まあ、しばらくちょっと狭いですけど我慢してください。それではお疲れ様でした。またまた。